絵本さよしぐれまきさんより、かすがの妻忍術の得意な武田信玄の家臣、小坂仁六が、かすがおさ大輔の妻から激しい光と金色のネズミを浴びせかけられて、術を封じられる様子が描かれている。この光とネズミは、彼女が常日頃持ち歩いていた観音像の加護であった。江本さよしぐれは、江戸時代に出版された、絵本特本。作、がともに、 作者は、早見修行祭、1801年に刊行された、前後刊、太平記、平家物語、武将勘定記といった、軍記物語や、武士の行状記、根弱物語集、沖縄草などの説話集に取材した話を収録しており、それぞれの話に絵をつけている。神仏の霊言、武士による、妖怪退治、亡霊との遭遇。 不思議な仙人や現実使いや忍者、各地の奇談などが主な題材として取られている。根弱物語集から取られている話の多くは時代設定を映している点に特徴がある。根弱物語集巻27、東人宿川原院一人妻子が題材であると見られる山室式のために目掛けを、こうは、説話の主人公が赤松のリの家臣。 山室木八郎と設定されているなどの改編、本案が見られる。江松富、日本妖怪変化詞や、カス三平、お化け杖では、本書から数点の総画が引かれ、紹介されている。2002年、近藤瑞、木、百鬼両乱江戸怪談、妖怪絵本修正に、全文の本国が収録された。漫画家、水木しげるの著書では1980年前後から、参考文献として、 絵本さよしぐれの名が挙げられており、何は東堀に魚を釣る、山室式のために目掛けをこうや、樹木仏像に見ゆ、泉川手の因果など本書から多くの話を直接紹介している。情報で出版されていた江戸時代の本の形式の一つ、説話や物語を主としているが、絵も豊富に掲載されている。近藤水木、百鬼両羅江戸会談。 妖怪絵本修正国書館公開、2002年、110ページ、ISBN4 から336044473、水木しげる、霊界アドベンチャーアイペック1 9 8 3年158ページ ISBN4 から870470063、水木しげる、決定版日本妖怪大全妖怪、あの世、神様講談社、2014年、424ページ、 ISBN 978から4から062776028購入道の項目では資料名に言及がある。ありがとうございます。